どれやろうかな。なんかイレギュラーのせいでね、なんかこうやって枝分かれするようになったんで、まあ普通にストーリー、メインストーリーなのかな、こっちが。メインストーリー進めてもいいし、Gセルフ、あ、Gセルフがもらえるのか、こっち。なんかこのゲームやたらなんか Gセルフと、ね、西川さん押してるんで、あ、ちょっと Gセルフやってみようかな、これ。G 系統のモビルスーツ。8000GP を消費して解放。あるね。ちょっとやってみようかな。足細っ。Gセルフが出現って。なんかあの、マップも相まって、なんかモンスターハンターみたいになってるよ。やべ、こいつどっからミサイル出してんだ、一体。もういいや。もうブームしろ。よし。これで G セルフが解放されるのかな。なんで目があるんだろう、この機体。理由があるのかな。別になんかクリアしても特になんか広がるってことはないのか。仮想世界はデータが混入したと書いてるのに、もうこれ手に入れるだけの、まあ、イベントなのかな。こっち進めていこうかな、普通に。これは多分メインストーリーなんでね。テキサスの攻防、マクベ大佐。あー、これあれか、ギャンとシャーセンのゲルググのやつかな。でマスター使おうかな。まあ、一回フリーバトルで使ったんですけど、体力が300以下になると永久明鏡止水っていう、ぶっ壊れですね、この機体。すごい楽しんでね。まあ体力300以下になってからが勝負かな。まあちょっとね、まあ5機体くらいに囲まれるとボコボコにされそうだけど、まあ、それっぽいステージ来たな。ギャンが出現って、またモンスターハンターみたいになってるよ。あれ、まあ、しかもなんかむっちゃステージ狭い。まあそうか、まあそうだよな。ギャン嫌だな。マスターでこんな遅かったっけ。あ、やべ、ダークネスフィンガーどのボタンだ、どれだ。ダークネスフィンガーのボタンが分かんなかった。まあそれはシャア専用のゲームも出てくるよね。あ、なんか味方もいる。あ、ガンキャノンだ。いいね、ガンキャノン、一緒に戦おうぜ。え、マスターでこんな重かったっけ。もうなんか何年ぶりにマスター使ってるか分かんないけど、もう何年ぶりじゃない、一回使ったか。そうかそうかそうか。え、マスターでもこんな重かった。鉛背負ってんじゃないのこのマスター。まあ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 。いや、なんかちょっと衝撃的だ。こんな重かったっけマスターって。まあこんなもんか。光る空か。まあガンダム的に言うとモビルアーマーエルメスの遠隔攻撃。ああ、有名なやつですね。シャアとアムロが戦う。でいきなりエルメスを相手くるのか。まあそうか。おお、近い近い近い。まああのシーンの再現ってことなのかな、このステージは。まあ、シャアとアムロ、まあ僕なんか刹那ですけど結構適当に選んじゃった。まあいっか、まあ、とりあえずさっき潰し、先どっちか潰したいな。ジムはいじめられてる。やべ、ジムの体力が全然ない。お、危ね。ララは賢いな、やっぱ。あ、やべ、あー、でこの羽強っ。え、とかシャーセンのゲルグ生き返ってきてる。あ、コストがある上に。ってことはもしかしてこれエルメス倒しても、エルメスコスト何なんだろう。ちょっとオーライザーを消してと。生き返るのかなこれ、まさか。とかエルメスコスト2000なのか。生き返った。ララーが生き返ったぞ。でしかも衝撃のエルメスコスト2000っていう。これはシャーセンのゲルグ倒したら終わりなのかな。まさかの感動のシーンもシステムに縛られて、なんか血も涙もない、なんとも言えないシーンになってますねこれ。まあ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 、まあ、とかさっきまでやってたあれはなくなったのかな、拠点戦みたいなやつは。宇宙要塞アーバーは空、一年戦争の最終局面。あ、もうこれ最後なのかな、もしかして。今最後の戦いが始まろうとしているって書いてあるな。
もう最後のジオングが出てくるやつか。いや、これはやばいな。なんだこれ。戦艦が出現するミッションでは、他小隊と同様に戦艦にも移動指示。あ、戦艦も移動できるんだ。ますますちょっと G ジェネっぽいね。何この絵面、かっこよ。なるほど。小隊じゃないわ。戦艦も移動できると。じゃあ戦艦を、この辺持っていく？で、リックドームたちを、リックドームってね、わざわざ自軍をね、リックドームにしたんでね、雰囲気のかけらもないですね、ほんと。じゃあこれでいいか。よし、行こう。前にいるぞ。これホワイトベース進んできてんのかな。おお、いいね、いいね。これは熱い。これは熱いぞ。でもいるのはリックドームっていうね、こんなんかなんとも言えない雰囲気。ちなみにこっち連邦側なんで、はい、ほら、相手がゲルググですね。やばい、熱い熱い。3連戦どころじゃない、これじゃ。もう6連戦ですかね。6連戦とか7連戦か。黒い7連戦になってる。なんかもうゲルググとドムが入り乱れてるから、もう何が何だか分かんないな。とりあえずこれを壊そう。これ壊さないと無限に湧いてくるんでね。ジャベリン使わないと弾が足りねえ。これむっちゃ硬いんですけど、この人。待ってください。あれ、あげよう、あげよう。バフかけましょう。フォースコマンドで、まあ、溜まってないのか。あ、間違えた。資源回収しちゃった。まあいいや。これとんでもなく硬いんですけど、この拠点。弾も足りないし。ちょっと、スーパーナパーム使いますか。スーパーナパームを使います。お、いいね、いいね。あ、ミニオンがいる。なんかミニオンはなんか無視した方がいいってこの前書かれたけど、まあでも目の前に来たらやるしかないよな。よし、あ、ちょっと指示出さないとね。これは拠点 D へ移動すればいいのか。ウィン、あ、ここね、勝利条件が来て拠点 D へ移動ってことは、とりあえず次 B に行こうか。ホワイトベースも一緒に動かして、ドームがやばいな。ちょっと回復しようか。攻撃力も上げよう。まあドームは死んでも生き返るし、まあいつは死んでもいいやつなんでね。これで行こう。あ、これ敵モビルスーツか。戦艦なのかな、もしかして拠点って。どっちだろう。まあこれでもワンパンでやれるようになるでしょ、この前のあの雰囲気的に。ワンパンは無理なのか。やばいやばい、ちょっとリックドームめっちゃいる。あー、あったあったあった。結構近いな。これが弾無限系の機体の方が絶対いいね。あ、でも、あ、いや、こいつモビルスーツ判定だ。すっげー火力高くなってる、さっきより。一瞬で壊れちゃった。おーおーおー、熱い熱い熱い。やばい、ドムだらけ。拠点制圧しちゃった。よしよしよし。自軍戦艦、あ、自軍戦艦むっちゃ遅いやないか。ここにいる自軍戦艦。あれ、自軍戦艦どこに行ってるんですかね。あ、なるほどね。もう動きが決まってるんだ。なるほどなるほど。了解了解了解。じゃあ C 地点も取っといてあげないとダメなのね。じゃあみんな C 地点に行こう。了解了解。そういうことか。まあ、結局全部取らないといけないのか。あ、ボールが。あいつにも家族はいるんだぞ。全部取ったよ。もうこれ敵湧いてこないんじゃないの。ジオングとか出てこないのかな。これ当たるんだ一応。これはあとはホワイトベースがつくのをひたすらここでドムと一緒に待つのか。なんかここすごいことなってるけど、お前ら一応連邦なんだよな。紫色してるけど、すごい。あ、いってるいってる。これで終わりかな。 D 地点つくよ。まあ出てくるよな、ジオング。ホワイトベースはついた途端に、まあさすがにジオング出てくるか。オーケーオーケー。ここでアムロとシャアの
最後の戦いが始まる。やべ、なんかいっぱい出てきた。ちょっと待って、みんなここに集まるんだ。あ、ここ持ってこれるじゃん。いいねいいね。どうもよ、ここに揃え。僕はじゃあジオングと戦おう。オッケーオッケーオッケー、ホールインワン。ちょっと敵の数が多すぎてジオングにロックが持っていけない。ちょ、バフ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 をかけたい。フォースアタックできるじゃん。これメガ粒子砲は誰飛んでいくんだ。これジオングにもしかしてメガ粒子砲できんのかな。丸焦げになっちゃうよジオング。オッケーオッケーオッケー。あれ、なかなか来ないな。あ、来た来た来た。え、これもしかしてジオングに撃つのかな。え、誰お前。いや、マジで誰だ。どこに無才があったんだ。ちょっとよくわからない。え、なんでこれジオングじゃないの、この流れ的に。まあ、一つのモビルスーツ相手に、ね、メガ粒子砲を使うのはどうかと思うけど。あ、終わった。え、もしかしてこの後フェンシングとかあったりする？まあ、さすがにないか。確かに大変だったけど、でも大丈夫だよ。どんな敵が来たって君が撃退してくれるんでしょ。テレノは気楽で羨ましいです。だけどあなたを見ていると私も信じたくなりました。何が起きてもあなたならきっと乗り越えられると。感じますよ。結ばれたリンクから流れ込む人類進化の可能性を。まあここで考えててもしょうがないって。とりあえず当たっても砕けないから、じゃあ行ってみよう。ライブポイントが増えています。確認をお願いします。